手を差し伸べているんだなっていうのをよく見てきたので、中野の皆さんとても優しいなっていうのが印象に残ってます。中野区の塗装業者のフリーズ株式会社の代表の方と、中野区内の壁画を新しくしたい、また新しい壁画を残したいというお話をしていたところ、アーティストのホールナインから、クラウドファウンディングで集めた予算があるので、これをぜひ同じプロジェクトとして進めていこうというお話になったのがきっかけです。変わりゆく私たちの街中野だったりですとか、あと変わらない中野だから変わり続けるという言葉が駅前に掲示されているかと思います。こういったテーマに関しましては、シルエットで描かれている中野サンブラ、サンプラザや視聴者ですとか、中野の、名家が描かれております。また中央線のオレンジと調和を取ったり、区の花が描かれています。中野駅を利用する皆様にもぜひ足を止めて見ていただければと思っております。中野に通学してきている人たちだとか、中野で働いている方々に対して、中野に住まっている皆さんがとても優しく接しているのをいろんなところでこう見てきました。困った人にこうみんなこう手を差し伸べているんだなっていうのをよく見てきたので、中野の皆さんとても優しいなっていうのが印象に残ってます。ミューラルの壁画には、建築の塗装現場で余ってしまったゴミになるはずだったペンキを活用しています。それらをゴミにせずに、ああいったミューラルアートに活用していることによって、まずは地球に優しいということが言えると思います。そしてミューラルアートを制作する段階で、アーティストだとか街の皆さんとのコミュニケーションが生まれるので、人と人がつながる優しさがあると思ってます。